建造物が自然生成されてる。突然やけど、デフォルトのマインクラフトってマンネリ化しひん？森の洋館とか回転神殿とか、自然生成されるものを一通り探索したら、もうやることない、みたいな。ああ、わかる。ある程度、冒険の形みたいなのが決まってるし、一通り冒険したらつまらなくなるよね。で、これを解決する一つの手口として、オリジナルの建造物を自然生成させる方法があると思ってて。え、なんかと、みたいなのが、めっちゃたくさんあるじゃん。これ、全部マップを生成するときに、ついでに自動生成してる建造物やで。え、アドオンって、そんなこともできるの？せやで、割とアドオンの世界観とか、面白さを掘り下げることができると思うわ。今は何も入ってないけど、工夫すれば、オリジナルのルートテーブルが入ったトレジャーチェストも作れるし、スポナーを配置すれば、エンティティを、その建造物の周りにいくつか配置することもできる。ああ、これで、アドオンの世界観が作れるわけね。例えば、こんな感じの怖い塔をたまーに生成するように設定すれば、冒険のしがいがありそうやろ。レアなアイテムとか、アドオン独自のブロックとか配置しておくと、もっと楽しそう。というわけで、この動画で箱んな感じで、建造物をマップ生成時に自然生成させる方法について解説するわ。まず、この動画では、そもそも、アドオンそのものがすでにある前提で説明するわ。まだない場合、この動画とかあの動画とかで、何もしないアドオンが作れる状態にしておくとええかも。マニフェスト図数があれば大丈夫かな？せやで。それも、ビヘイビアパック側だけで大丈夫。まずは、ビヘイビアパックのフォルダを開いて、フォルダを新規作成しよう。そして、このフォルダの名前を、ストラクチャーズに変更。ストラクチャーズなんか、建造物を定義するのかな？そんな感じ。この中には、建造物を保存する、MC、ストラクチャーファイルを置いていくで。ここまで終わったら、それは、置いておいて、一度マインクラフトを起動しよう。そして、自然生成したい建造物を実際に建築。これはお家なのかな？クモの巣とかがあって、結構荒れてるね。せやで、今回はこれを自然生成させてみよう。まずは、一旦コマンドを実行して、ストラクチャーブロックを入手しよう。そして、入手したストラクチャーブロックを、この建造物の近くに配置。次に、ストラクチャーブロックを設定して、この建造物のすべてが範囲内に収まるようにしよう。だいぶ一部しか入ってないね。まずは、オフセットの Y を0に設定して、サイズの X、Y、Z もいい感じに設定しよう。だいたい、こんな感じでええかな。全部ぴったり入ってるね。余計なところがあると、その部分も、自然生成の対象になってしまうたりするから気ぃつけてな。で、一通り終わったら、左上の入力欄をクリックして、この建造物に、適当な名前を付けよう。ハウス、YE としてムストルクチュア。これは、名前空間って、やつで、特に指定せんかった場合は、これが勝手につくねん。あんまり気にせんでええかも。ふーん。それが終わったら、下にあるエクスポートのボタンを押そう。そして、ダウンロードされる MC、ストラクチャーファイルを、さっき用意したストラクチャーズフォルダ内に保存。こんな感じで、ちゃんと、建造物のファイルが、ここに保存されていれば OK。続いて、建造物が自然生成されるシステムを作っていこう。ビヘイビアパックのフォルダに戻って、新しく、フィーチャーズという名前のフォルダを作成。そしたらこれを開いて、さらにファイルを作成。これを解明して、適当な名前図寸としよう。それができたら、この図寸ファイルを、適当なテキストエディタで開いて、こんな感じのスクリプトを記述しよう。これは、概要欄にあるサイトからコピーできるのでぜひ。これって、何をするファイルなの？これは、フィーチャーといって、マップ生成時に何を生成するかを決定するファイル。ここでは、さっき作成したハウスというストラクチャーを生成するよう設定してるが。あ、
そういうこと。で、設定が必要な箇所が2箇所あって。まず1つ目はイデンティファー。これは、このフィーチャーズの ID かな。せやで、名前空間、名前の形式で、適当な ID を決定しよう。ハウスみたいな、わかりやすい名前がええかもな。で、続いて設定が必要なのが、ストラクチャーネームで、これは、生成する建造物の名前。さっき設定した建造物の名前を、名前空間入りで定義しておこう。これで設定は終わり。基本的な部分はそうなんやけど、一応、ブロックホワイトリストも見とくとええかも。何それ？これは、自動生成時に何を置き換えて生成するかを定義する部分で、ブロックの ID をリスト形式で示すことになってる。エアーはもちろんやけど、グラスとかダートとか地表にあるブロックも合わせて指定しとくとええかもな。ネザーに生成するときはネットヘラクも忘れずに。これで完了かな。実は、あと一つやることがあんねん。ビヘイビアパックのフォルダに戻って、フィーチャールールズというフォルダを新規作成しよう。そしたら、これを開いて、適当な名前の図数ファイルを作成。これをテキストエディタで開いて、こんな感じのスクリプトを書こう。例に漏れず、概要欄のリンクからコピペできるで。これは、何をするファイルなの？さっきフィーチャーを定義したけど、今度は、このフィーチャーを、どこに、どれくらいの頻度で生成するのかを決めるのがこれ。要は、さっきのとワンセットやな。で、同じように変更する場所がいくつかあって、まず一つ目がイデンティファー。同じように名前空間を含めた名前にする必要があんねんけど、さっきと同じがわかりやすいかもな。次のプレイシーズフィーチャーは、設定するフィーチャーの ID。これは、厳密に、さっきのフィーチャーの ID と一致させる必要があるから気ぃつけてな。続いて、コンディション。これは、このフィーチャーをどの条件で、もっと言えば、どのバイオームで生成するかを設定する部分。例えば、森林バイオームに生成したければこのように書けばいいし、他にも平原にも生成したなぁと思った時は、こんな感じで列挙して書くだけやな。ちなみに、すべての条件を満たすバイオームに生成したければ、この any of となってる部分を all of にすれば OK。最後に、スキャッターチャンス。これは、どれくらいの生成頻度で生成するかを数値で設定できて、普通は、一桁か、あるいは、もっと小さい数がおすすめ。50というのは、5で確認するけど、これはちょっと大きいかもな。あくまで、挙動の確認用ということで。さて、実際にアドオンを有効化して、挙動を確認してみよう。あ、さっきの家が生成されてる。いろいろマップを見てみると、森の中のあちこちに、さっきの家が生成されてることがわかるな。家の中はどんな感じかな？中は、軽く、作業台とか本棚とか、あとチェストもあって。ん？チェストの中身、もう一回見せて。ん？いいけど。いや、何これ。